さあ、ここからですね、デビル5マイル。やばい。いきなりやばいぞ、この傾斜。これもまたなんかすごいとこ通すな。いいね、こっちでね。だと思うんですけど、今日は、OSJ の奥久慈 50K ですね、に出走するために、今、受付会場、まあ、明日のね、スタートゴールでもある竜神大吊橋の方に今向かっているところになります。現地まで、車で約3時間ちょいぐらいですね。以前と比べるとかなりコースプロファイルが変わっていて、前はですね、まあ、50K と5つ60キロぐらいあるっていうのは、まあ、お約束というかね、以前から多分変わらずなんですけど、ちょっと具体的に累積標高が以前どれくらいあったのかちょっとわかんないんですけど、多分ね、前は4000もなかったと思うんですよね。っていうのも、途中で10キロぐらい続く林道区間みたいなのがあって、まあそこが結構走れたんで、まあ、それ以外のね、パートは、まあなんだろう、これぞ OSJ じゃないですけど、結構、まあ、ギザギザしてたり、まあ、沢沿いの道をなんかちょっと走って塗装したりとか、まあこれは OSJ らしいコースだよなって、まあ、思えるようなね、ところが大半なんですけど、まあその林道があったおかげで、だいぶ、なんだろう、ちょっとソフトになってた部分があったんですよね。まあそれが今回からかな、ちょうどコースの、まあ、半ばぐらいですかね、中盤ぐらいのパート、まあその林道区間が、すべてカットされて、まあスタートゴールもね、変わってるんであれなんですけど、中盤にデビル5マイルっていうかなりやばそうな名前の、約8キロぐらいの、まあ、山岳区間って言えばいいのかな、まあ、地図で見るとね完全に、まあ、低山のなんだろう尾根をこういくつもこう尾根が集まってるところをこうぶち抜いていくみたいなねコースになってたんで、まあ結構アップダウンが激しい、まあ、上りと下りしかなさそうな、雰囲気の、8キロ。この区間が、まあ、林道区間と、まあね、置き換わったような、コースプロファイルになってます。なんで、最終的な、コースの情報としては、いわく62キロの、5200アップだったかな。はい。ちょっとね、正直、才能国駅伝から中7日ぐらいで挑むレースでないことは分かっているんですがまあね自分自身あんまりこういう無茶なっていう言い方もあれですけど、連戦というかね最近全然やってなかったんでこういう状況で走ってみて自分の体がどんな反応するのかなとかまあどれくらい走れるのかなとかねまあちょっと、まあ今トレランにもねすごくいい時期なのでこの時期らしい気持ちがいいトレイルで試してみようかと思った次第です。まあ大体ね関東各地最高気温25度前後でまあ多分曇り時々晴れ的なね予報のところが多いです。まあカンカンに晴れるよりはね助かりますけどまあいずれにしてもねまだやっぱ暑さになんか体が慣れてない感じもするので、まあ厳しいレースになることは間違いないかなと思います。まあ先週6時間ちょいでね、50キロ走れてはいますが、その疲労とかも含めて今回は多分9時間近くかかる可能性があるかなと。ああ、着きました。竜神大吊橋。すげえな。あの辺からバンジーするんでしょうね。完全に、ね、スイーパーとか。いやいや、スタッフで。クロダイルにいますから。いやー、ご苦労様です。駅伝走ってきたばっかりで、ね。おめでとうございます。いや。優勝しました。駅伝だけど。さすが。ナルさんも感想おめでとうございました。新城。ね、そっから会ってないんだって感じだね。そっから会ってない。あの日も会ってないしね。そうですね。前日でしたからね。ねえ。だって、ウェンズでいつまでも開催されないから。ねえ。全然できてないね。ナムスさん、ちなみにどれくらいで走る予定なんですか？いやー、どうなんだろうね。10
時間半ぐらいかなって思って10時間半、成瀬さんでもそれくらいかかる可能性がと思う。自分でまあ本当にね、思想の感覚と、はいはいはい、あと、まあ、頑張った感を含めて計算するとまあ10時間半かな、はいはいはい、マジか相当やっぱ進まないっすね。そので優勝タイムの予測が9時間半。9時間半、おお、なんとなくさっきあの車の中で撮りながら9時間以内ぐらいかなとか言ってたんですけど全然無事やばいですね、うん、それぐらい多分ねタイムは出ないんじゃないって。そうですか、内裏は予測してるけどね。なるほど、まあそうですよね。例年の奥久慈でもそれでなくても例年だって8時間くらいでしたっけ優勝タイムって。そう、ね、去年は8時間切ってるぐらい、7時間台、うん、そうか、まあ、それプラスじゃあ1時間以上はかかりますもんね、きっとね、普通に考えて、うん、ちょっと途中ちょっとでも一緒に走れたら嬉しいんですけど。走りましょうよ。いや無理、ね、自分の方が無理だと。でも明日はとりあえず 30K ですよね、またね。そうそうそう、まあもう毎年一応ほぼ完走されてますもんね、 30K で出るから。いや、去年一昨年は一応さ、はいはい、あれ今年やったのって昨日で今年はやってないですね。19年にそうそうそう、あの優勝して、はいはいはい、年代別に、ね、次の年って張り切ってたら中止で、そうですよね。で久しぶりに去年走ったら2位だったの。あ、年代別2位ですか、うん、おだからコロナはさ全然あれだよ、はい、タイミングがずれちゃったっていうかさ、だからもう70歳が一番っていうんだよね。なるほどね、まあ、今74 もっと上でしたっけ。いくつになったんでしたっけ。今74だよ。74かですよね。そっか、70ぐらいが一番良かったのね。いやだから70歳以上でくくられるから、はいはい、ね、70が一番強いじゃん。そうですね、年齢的に。確かに一歳刻みでもうさ、かなりガクンって落っこっちゃうからさ。一歳刻みで表彰してほしいですよね。あマラソンランキング。確かによし、受付無事に終了してこれから、第五町の方でいいのかな、まあ、以前の奥久慈50K、30K の、まあ、スタート会場があった、はい、第五町の方に移動して、ホテル奥久慈館かなの方に、行きたいと思います。でそこで一泊して、でまたね明日の朝ここに来て。あ、片道25分ぐらいあるんで、まあなかなかちょっと大変なんですけど、あんまりねこの竜神大橋の近くになんかちょうどいい宿がなかったんで、はい、まあしょうがないですね。最後柏さんにお会いしましたね。柏さんは今ね御年74歳で、まあ長尾が、その昔っていうのはあれかな、20歳ぐらいから、入れていただいている、ヘルシーランクラブっていうね、マラソン系のランニングクラブの、会長をやってらっしゃる方で、最近ちょっとね、なんだろう、一緒に練習するメンバーがちょっとあまりにも変わりすぎてしばらくご無沙汰してたんですけど、うん、茨城県のね、まあ、まさにこの辺り、常陸太田だったかな、この辺りにお住まいでいらっしゃって、こっちの方のね奥久慈とか勝田とかそういうレースに来ると、まあ、たまにねお会いできるっていう感じです。全然クラブの活動に参加できてなくて申し訳ないんですけれども、はい、明日はね70代優勝を目指して、頑張ってください。で、ホテル奥久慈館から着きました。なんか来たことある気がする。はい、部屋はこんな感じです。昔ながらの宿って感じですね。なんかまだ4時前なんですけど、すでに夕飯の時間がもうなんか3番目ぐらいしか空いてないらしくて、夜の7時からちょっと遅いよね。スタート朝の5時半だから7時に食って、まあ9時に寝て3時起きぐらいとかかな。できればちょっともうちょっと早く食べたかったですけど、まあしょうがないですね。おはようございます。なんか映ってるかな。今5月28日日曜日の、朝の3時47分になりました。外はまあちょっと薄明るいぐらいですけど、はい、
今先ほど宿を出て、スタート会場の竜神お吊り橋の方に向かっているところです。今スタート30分前ですね。あ、そうです、筑波の方が。30分、7時半、2時間後です。20分前ぐらいですね。あ、じゃあ、すれ違っちゃうかもしれない。だんだん列が伸びてきました。こっちが、反対さ、来ないゴールじゃないですか。久しぶりだ。久しぶりだ。登山競争であれだ、ぶち抜いていないかもしれない。あれあのね、はい、UTMF の、ね、最後の下山のところであって、あ、そうだそうだ、応援してくれてありがとうございました。あそこね、岩谷さんとなんかなかなかな接戦を演じてて、そう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 、バチバチやってなかったんですけど、結構近くについて、結構これなんかいい勝負だから面白いかも。そう、なんかちょうどその松井夫妻と、あとあれだ、ま、舞さん、王子さんがなんかダブって何回も何回も何回も出てきた気がしたんですよ。それ、なんだっけ、ポッドキャストで岩谷さんが、はいはいはい、なんかマイマイたちと2回会ったって言ってて、あ、そう、いや、リアルに2回会ってるんですよ、でも。あ、そうなんだ。そう。何気に小林さん初かもしれないです。イエーイ。初OSGAマスター来てます。丹羽さんは今日ね、丹羽さんいますよ。あ、いる？いるんだ。いるんだ。いるんだ。ちょっと一緒の絵を撮りたいけど、まあいいや。一番出てる人。一番あれだ、ポイントを稼いだ人。おお、すごい。上手くてだから。もっとこう有名人が出してください。なんかオーラを。オーラ。それ全然。山本さんとか全部出たらだってチャンピオンになれる。いや全部出れないです。まず全部出るのが大変ですよね。そんな強靭な体ないですよ。去年ボロボロだったんですか。おかげで1月から4月まで故障して全然走れなかった。あ、ね、そうですよね。やっと直った。悩まれてましたもんね。あれよく完走しましたね。本当ですよね。もう完歩完歩ですよ。あれ歩いて完走するすごいですよね。これだけの実力者が。いやいや、まあ頑張りましょう。歩き倒して今日はでもちゃんと走る。今日は走るつもり。怪我しないように頑張ります。で、ぜひね、期待していただきたいと思います。それでは新種のダンブルで優勝したのかな。朝でも優勝した。おさまさんが来てるのかな。おさまさん、どうぞ。はい、おさまさん、以上ね、ファーストグリッドでした。あとでちょっと簡単な関門とその時間だけ確認したいと思います。第一関門ですね。第一関門、持ち方、こちらが、9時になってます。スタートしてから3時間30分。第二関門が月町の滝、13時30分で、スタートして8時間。第三関門が、17時、スタートして11時から30分。そして第4関門が、スタートして18時間、12時間30分。そしてフィニッシュが、20時、スタートして14時間30分となってます。あとポールですね。ポールの方はスタートして9キロ地点、湯沢橋ですね。湯沢橋、こちらから使用化ですので、まあ使った方がね、全然ごめんなさい。おかかじー頑張らーい。ありがとうございました。スタート30秒前。はい、30秒。面白い。つけた。いやー、10時間コースか。はい、20秒前。100キロぐらいのボリュームだと思った方がいい。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、
今10番手ぐらいですね。元気な人歌いますね。今 1.4 キロ、キロ5分ぐらいですね。3番手で、横にはなるでしょうか。カニ橋ねみたいな。で、前には長田さんと、あともう一人と、今は一人前に来ました。いい番号ですね、365番。労力感はあれだな、行こうと思えばもうちょっと早く走れるけど、このままの感じで、このままの感じで山に入りたい。で、山でもキープしたい。いつもうまくいかないから、マジで勉強させてもらおう。いやー、なんかそうなんですよね、飛ばしすぎてんのかな、労働は。それくらいなら大丈夫。今2キロちょい、9分半。平均ペース4分36。平均心拍は147。今5番手ぐらいですね。スタートから 3.5 キロぐらいでやっとトレイルの上り入りました。今4番手ですね。前の2人見えてます。後ろは成瀬さんとか、
いきなり超奥口って感じ。登りに入った瞬間に心拍数が20近く爆上がりしてるから出力高いのかな、やっぱ姿勢が悪いのかもしれない。あ、でもあれだね、前に追いついてるから早いんだな、きっと。もっとゆっくり行こう。皆さん吐きちゃってくださいね。最初から吹かすと自分ぶっ壊れるんで。後から来られるの怖いね。いやで、でも多分序盤もう自分はもう完全にこのスタイルしかできないんで、うん、はい、最初から行ける方はもう全然行っちゃってください。うん、この間の西の国駅伝の時も、うん、若者たちの出力を見てそう思いました。うん、無理だよ、あんなに吹かすのって。ね、小林くん早かったですよ。早かったけど、まあ目標タイムよりはちょっと10分ぐらいショートしたみたいでしたけど、うん、暗い時間も込みで7時間ちょいでサウス走ってるから、いやいやいやって。あの、そうですね、小林くん去年怪我してたんで、はい、だからまああんまり途中でもうやばいかもみたいな連絡が来てたぐらいなんで。まあ自分はなんか去年ぐらいかなと思って走ってたら、意外と30分ぐらい早かった感じです。そう。まあなんか、コースコンディションがやっぱ良かったのかなって。うん。まあ、初日はまあまあ涼しかったですね。ただ、なんだろうな。涼しいとはいつもやっぱ雨が前日降ってたんで、うん、まあ当日もか、うん、結構やっぱムシムシしてました。この感じに近いかもしれないです。うん、うん、ザ・里山っていう感じの、うん、今心拍数163、ペースここでベンジでやってないかな。やってないですね。だから、はいはい。だいたい開催。最近代わりの開催が増えてますからね。そうだ、この間シナボンガーデンの時、マルサさんいつの間にかいなくなっちゃうから。ショックでしたよ。いやいや、いやいやいや、忙しいんだろうなと思って。結構細いな。うわ。いくら前の方を走ってるとはいえ、気をつけないと、風邪薬が。はい、スピードが上がると全然違いますね。先行ってください。はい、こういうとこで一気に離す。え、あ、いやいや、だ下りはまず追いつけないか。むしろゆっくり行きたい。これは OSJ 度が高いコースですね。そうですね。そうそう、これがね、これが本場というか本物ですよ。ある意味では。いや、今日はこれ厳しい戦いになりそうだな。とりあえず、下り区間に入った時に、視
界がぼやけたりしないようにしっかり呼吸とか補水を取りながら行こう。なんかあれだな、次の江戸かどっかで一回小休止挟んでもうちょっと後ろに下がった方がいいかもしれない。ということで今成瀬さんが2位で長尾は5位かな、トヨタさん6位だと思います。今日はどれくらいで走るんですか。今日は全然タイムが分かってない未知数まあ表彰式が始まる前からタイムが分かってない。何時ですかそれ。4時半ですか。あ、4時半。トップ予想9時間半って成瀬さん言ってましたからね。はいはいはい、やっぱそんなもんか。ハセツネサブテンの人がそう言ってんだからタフなコースだよね。去年のコースで9時間ちょっと切るぐらいだったんで。はいはいはい、そうか。今6月中旬に、はい、奥武蔵ロングトレイルって、あー出た、はいはい、8000でした。8000万でしたっけ、はい、すいません。それに向けての、まあ、調整レースというか。なるほど。なんでしっかり足を残して、そうしてな、素晴らしい。イメージですね。まあ、足残してたら怪我しないでっていう。しないでと。そう。自分これ終わったらしばらくレースは7月までないんで、そう。ただ、先週、西の国駅伝を走って、はいはい、ちょっとやっぱ、どこまで体が持つのか実験ですね。MF のお疲れ様でした。ああ、いやいや、ありがとうございます。まあまあ、あれ、ちなみにあの地100すごいなと。地100はそうですね、やばいな、激下りすぎてこのペースでいくと足残んないな。おぉ、 OSJ と高松井さんとか庭さんとか下りめちゃくちゃ速いからな、ちょっとのんびりしてたらすぐ追いつかれると思います。まあそれは全部織り込みすぎで、まあむしろ上り区間で多少離して下りで縮められてっていうのを繰り返しながら向かっていく感じかな。多分道合ってるよね。でね、あ、これはやっぱ疾走来てた方がいいコースですね。出た。まだあんまりね濡らしたくないから、ぼちぼちといきます。今心拍数164、平均心拍156、高い、やばい。今日こそこの間より上がったら絶対まずい。最後3時間持たないよ。3時間4時間、この間の 1.5 倍ぐらいはボリュームがあると思ってた方がいいですからね。そうそう、マイペースマイペース。OK でしょ、よいしょ。今前の成瀬さんと45秒差ぐらい。
タートから40分ぐらいですね。出力落としても結構心拍が高い。なんか蒸し暑い。暑さの影響で先週よりもなんか5ぐらい上がってる気がする。まあ風が浴びると多少いいかな。よいしょ。こもった急斜面の登るときが暑さでやばい。今度飲んでいこう。第1エイドまでに 1.5 1.5 1450ミリか。飲み切ろう。岩登りで何かやない心拍数やっぱ高いな。この出力だと1時間ぐらいで足終わりそうなんですけど、まあいいや。体感的には時間的にはね、努力度6、7くらいだから、そんなに頑張ってるつもりはないんだけどな。やっぱ暑さかな。グローブが暑いのかもしれない。まあでもな、ちょっと怪我したくないから、今日はつけとくかな。鞘の国の時もね、ほぼほぼつけっぱなしだったからね。ハイキングコースと名はついてるけど、結構ですよ。視野をね、広く持って。つまずいたりね、こけても安全なところに突っ込めるようにね、しとかないと。おぉ。おっとっと、バランス崩すと、やぶに突っ込むよ。いやぁ、デビル5マイルじゃないけど、すでに結構前に進んでる感覚が乏しいですけど。よいしょ。あ、暑い。今やっと 5.8 キロぐらい。50分経つんで、まあ、ほぼほぼ、キロ10分近く、キロ9分ペースぐらいかな。8分ぐらいか、まだ。はい。進んでます。
今スタートからちょうど1時間くらいですね。よいしょ。まあ走りやすいトレイルといればそうかもしれないけど、始めたばっかの方だったら絶対自分はこんなとこ走れなかったなっていう感じのとこばっかりですね。今も走ってるって言っていいかどうかわかんないですけど、まあ初心者向けではないですね。いやでも面白いコースだ。ん？ここはあれかな、またループで帰ってくるのかな、ちょっとわかんないですけど、ここ一個の上りがめちゃくちゃパンチ効いてるからロストだけはしたくないですね。で今1時間1分で 7.1 キロ、距離は距離が 7.1 で、累積が 610m、平均心拍159、高いで、平均ペースはキロ8分39ですね。キロ9分で行ったとしたら、まあだいたい540分9時間だから、まあ多分最終的にはキロ10分くらいにはなるんじゃないかな。キロ10分でしか進めないってどんなレースだよ。うちの子供のウォーキングぐらいのペースですね。まあなんか走れるところでね、ちょっとでも進んどかないとって思うけど、最後の方にねやばいパートが待ってるみたいなので、そこに体力残しとかないとね。まあとりあえずまずは、今1時間終わったんで、まずは5時間まで余裕を持って過ごしたい。第一エイドは9キロなんで、もう多分もうちょっとじゃないかな、はいと思います。まあパパパってね水だけ汲んでいけたらいいかなと思います。エイドの次が南大山への直登500アップぐらいですね。はい、やばいやばい、一瞬ロストして向こう行っちゃいました。ルートまで一人でよかった。1分ぐらいロストする間にトヨタさんたちに分けられました。わざとじゃないですからね。さて、第1エイドまであと 400m ぐらい看板がありました。湯沢橋いいのかな、はい。エイド出た後もしばらくロードで、その後南大山への登りみたいですね。次のエイドまでは8キロぐらい持ち方ってことですかね。昔も通ってる、昔走った時もそこ使ってるはずなんだけど、全然記憶にないですね。この辺も走ったのかな、全く覚えてないけど、今5番手6番手ですね。はい、立ちは長い、はい。ロストしました。ですよね、あそこまっすぐ、そうそう、なんかしれーっと進んでったら、はい、あれ、はい、と思って振り向いたら向こうに長尾さんがちょうどいい休憩でした。ここまで、はい、おーおー、川島さんありがとうございます。今店長から5分ぐらいですか、そんな早くないか、トップ、え、店長成瀬さんですよね。じゃあ行ってきます、ありがとうございます。はい、20秒ぐらい滞在しました。町田さんとかが後ろに見えますね。ぼちぼち行きます。今あの帽子あるんで、まあ、50分で僕2位だったんですけど、途中までこう途中から全く姿が見えない。皆さん、ちょっと YouTube やってるんですけど、乗っけても大丈夫ですか、この走りを。いやいや、今、何キロだ、9.9 キロちょいのエイドから出たところで、町田さんにぶち抜かれました。いやいや、また、抜き替えた。いやいや、
大喜びする人たち。やったやった、来たよ来ました。今単独でここ町田さんが4位3位かな。成瀬さんと、あともうその前に見えてる方と、もう一人いたかいないかちょっと怪しいですね。まあ、ただ少なくとも 5位だと思います、うん、入賞争いかもしれないわかんない。いやでもまだ多分8分の1、9分の1ぐらいしか来てない先は長いよえ、この出力だと やりすぎかそうですか、このくらいなら、うん、なんかロードに入った途端ほんと涼しくて、はい、だいぶ出力を上げても楽になってきた。山入った時がマジでやばいさあ、エイド出てからどれくらいだ、17分3キロぐらい行きました。あー、トンネル涼しいあれ、なんかこの景色さっきも見た気がするんですけどなんか山の中もそうですけど、同じような景色をぐる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 走ってるような、そんな感じ、そんな感じしますよね。あ、確かにこのラップの心拍148、このラップペースが5分18ペースで150ぐらいでも登ってんだ。はいはい、ここまでの累積標高はまだ800ですね。まだまだ全体のほんと 15% ぐらいしか登ってないいやー大丈夫かな。この先の登山先からここがデビル5なんちゃですね、はい、そうか、なんだか降りた後ですよね、この先ですよね、はいはい、もう一つ上に乗れて、はい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 、なるほど、あ、林道感あふれる林道ですねいや、気持ちいい、落ち着きました、はい、やばいな、100マイルペースぐらいが下りになっちゃってますなんかもう下りがでもプッシュできないですよね頑張ってもなんか頑張んなくてもあんま変わんないっていうかよいしょ、団体山取り付きだいたいここまで13キロぐらいですね1時間36分よいしょ、インパクト162、さあ今また一旦町田さんの登りで前行かせていただきましたあまり山でのね練習が進めてないってことですけど、いやそんな走りには見えなかったけどねまあ下りで長尾はペースダウンするんで、そこでまた追いつかれることでしょう。なんとなく登ってる感じと心拍数が体感通りに落ち着いてきた気がします。今161ぐらい、うん、上りはこれくらいで160ぐらいがいいな今日は。で、ふかしてで下りで回復するっていう、これを繰り返していきたいと思います。うぃしょ、これ南大山の登りですね。いわいわしてる、ちょっと一歩一歩小刻みにして、ほんと心拍が上がりすぎないようにいきたいと思います。この間のね、西の国の西方くんのログを見たら、やっぱね100マイルなのに全体通してケイデンスが180ぐらいなんですよね。普通なんだろう、山の中歩いたりもするから、自分の場合は150から160ぐらいに落ち着くことが多いんですけど、彼の場合は本当ほぼほぼ走ってんでしょうね。で、走りやすい区間だとケイデンス200ぐらいまで上がってるから、
あの回転数がやっぱすごいんですよね。すごいし、まあ、多分下りとか含めて着地衝撃のダメージが小さい、一つの要因なんじゃないかなと思います。なんで、ね、真似するわけではないんですけど、上りをねちょっといつもよりも小刻みにステップ踏んで上がってみたいと思います。アルセさんに追いつくかな。どうでしょう。まあこの区間で500上がるから、トラサル1本分ぐらいですね。まあ多分大体30分ちょいぐらいじゃないかなと思います。よいしょ、バッテリー1本目があと 13% 電池変えよう。よいしょ、あれもう登り切った。あ、大事故や。えい、あざーす、行きまーす。おぉ、激登り。はーい、今何番ですか？5番ぐらい、3番。はい、はい、ありがとうございます。3位でした。ってことはもう長田さんと成瀬さんしかいないですね。今スタートから1時間51分ですね。今日は今年初めてすでに汗が靴下の方まで垂れてますね。これは結構びちょびちょになる気がする。後半の即死トラブルがちょっと懸念されますね。ちょっと上りやっぱ深しすぎてんのかな。もう心拍数は今160なんでちょうどいいんだけどな。まあでもこの間より先週よりはもうちょっと落としていきたいから、もう気持ち、小刻みに行こう。よいしょ、岩登り。はい、いいわ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 、こっちか。よいしょ、ここさっきも来なかった。思わず引きたくなりますね。よいしょ、マイペースマイペース、左で回復と。標高634メーター地点だそうです。武蔵ですね、スカイツリーと同じ高さぐらい。昨日の宿が100メーターぐらいの標高だったから、まあ結構高いところに上がってきてますね。よいしょ、この区間の平均心拍は155、今48分で 5.6 キロ、660上がってますね。結構いいペースじゃない？ということは累積ももう1300-1400ぐらいまで来たかな。そうですね、1300ですね。はい、はい、あ、ここピークですか。おお、着いた、南大山。はい。まあまだ先長いから。はい、行ってきます。ありがとうございます。よいしょ、意外とあっさりピークについてしまった。なんかあれだな、左足の靴紐が緩いせいか、ていうかあれだ、汗びちょになって靴の中で足が滑ってる感じだな。これ指の方にちょっとダメージが来てる感じがする。うわ、やばいやばい。ちょっと縛り直そうと思います。よいしょ、
えい、靴が緩、紐が緩んだ。今4位ですね、ここが。あんま変わんない気がするな。まあいいや。さあ、またまた気持ちがいい走れるトレイルに着きました。なんせさ、もうこの区間は気持ちよく走れる的なことを言ってた気がしてますね。でここ降りてって、もう一つ山を越えた先がデビル5マイルなのかな。あんまりスピードが出しやすい道じゃないけど、まあそうね、ちょっと回復しながら進んでいくにはなかなか楽しい道かもしれない。いやー、汗かきすぎてマジ靴下の中びちょびちょだよ。ちょっとあれだったな、このおたふく手袋の靴下、糖質性はブリッジレールに劣るかも。あっち履いてくるべきだったかな。失敗したかもしれません。ぐちゃぐちゃになっちゃうとね、後半マジふやけて走れなくなるからね。かといって出力落とすって言っても、まあ上りパートをもうちょっと抑える、そんなことしたらなんか何しに来たのか分かんなくなっちゃうね。よいしょ。まあいいや、ちょっと何か今日はトラブルの気配がするんで慎重に、もうちょっと慎重に行こうと思います。トヨタさんもね、前行ってくれたしね。まあでもね、ミドルも強いからもう追いつかないかもしれないし、まだとにかく3分の1も来てないから、もうちょっと落としていこうと思います。お、16.2キロ、今2時間13分ぐらいですね。はい、はい、はい、OK です。はい、ありがとうございます。大使館も、はい、エロチアです。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。お疲れ様です。仙台まで230キロ。はい、水が良ければ水もあります。あ、こうか。よいしょ。美味しそうだけど。はい。ちょっと気になるな。持っていこう。これ何ですか？あ、向こう、向こう。あ、それ焼きか。はい、いただきます。はい。はい。はい。どこに行くんだろうって感じだ。ここまでさっきの江戸から1時間ぐらいでしたね。まあ、ここから長い戦いが始まるのかな。はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、ありがとうございます。よいしょ、出た出た。あ、どっち、こっちでいいのかな。コースがよくわかんない。
よいしょ。まだ18キロぐらいですね。今2時間半。4分の1ぐらい来たかな。累積も今1500ぐらいですね。平均心拍数は155。まあなんか、いい感じな気はするんだけどな。下りで、トヨタさんに追いつかれて、まあ上りで少しまた離れてっていうのを繰り返してる感じですね。今単独3位だそうです。前に、成瀬さん。そのもう一個先に、長田さんですね。はい。いやー、長田さん、新城もね、コースレコードで勝ってますからね。8時間台とかで走っちゃったりしてね。あり得ると思うんだよな。あ、切り落ちてる。よいしょ。あれともどうやって走ったらいいのかわかんない。なんか、この普段の感じ、長谷爪とかこんな感じじゃなかったっけな。最近走ってないから忘れちゃいましたけど。意外と嫌いじゃないかも。よいしょ、よいしょ。うわ。今さっきのエイドから、22分ぐらい、時間が8時6分スタートから2時間36分ですね。暑くなってきた。汗の量はここ最近で圧倒的ですね。なんとなく5時間ぐらいでいい感じに仕上がりそうな予感がするな。もうちょっと落とすか。よいしょ。成瀬さんの背中だけでもちょっと痛いよな、どっかで。背中さえ見えればね、後でどうやって立て直すか作戦が練れるんで、まあまあ、とりあえず、今まで通り走ります。今、さっきの、あのスタートから2時間37、8分ですけど、30km のトップ選手とすれ違い始めました。今2番手かな、多分、工藤さんが来ましたね。早いな、やっぱ。2番手かな。わかんない。もうちょっと、前から、あれかも、静止するのかもしれないけど。はい。おはようございます。はい。まあまあ、静止が気をつけていきます。はい、頑張ろう。お、GoPro。GoPro 仲間。頑張ろう。おっと、すいません。はい、頑張ろう。お、お、生きて。松井さんと会いましたよ。ちょっと失礼しました。あ、ごめん、大丈夫？ごめんね。セーフセーフ。失礼しました。ありがとうございます。頑張ろう。はい。はい、いってらっしゃい。頑張ろう。はい。はい、頑張ろう。はいと、はい、はいとです。はいと、はいと、今のはレジェンドランナーの須藤選手ですかね。すごいな。岩に寝そべってしまった。
今すれ違い区間終わりました。なかなか、なかなかでしたね。50人くらいすれ違ったかな。ミキティもいましたね。女子でまだ上位なんじゃないかな。うん、いやいや、頑張ってほしいですね。ちょっとまだ3分の1来てないはずだけど、その割にはちょっと、なんとなく疲れを感じるかな。うん。先週の疲れのせいってことにしとこう。まあでもコースもほんとタフですよ。うん。まあでもね、今の20キロ1600アップで3時間弱くらいだから、まあなんかこのままのペースでいければ10時間は切れそうな気がするんですけどね。どうなんだろうな。まあでも最後のパートもね、上り全然進まないみたいな話ですし、その手前の、まあ、もうちょっとで進みますけど、レベル5マイルなんか多分もっと進まないんだろうから、そう考えたらやっぱ、10時間かかるか。そうね。まあ11時間以内ぐらいには帰ってきたいですね、できれば。いやー、走りやすくて気持ちがいい。うん、心配的には結構しんどいですけど。まだ半分も来てないのに。体の反応はね、悪くないんですけどね。とりあえず、靴の中がびしゃびしゃで、靴下の中もびしゃびしゃです。どこでもうふやけて、豆、すれ、出てきてもおかしくない感じですね。下りはだから、よりセーブしていかないと。ズリって言った時に皮がベリっていきそう。まあ今でも4番手ですけど、後ろの気配は全然しないんだよな。まあ町田さんが多分淡々と走ってるのかな。まあ去年5位のね、松井さんとか、あとは丹羽さんとかもね、後半上げてくると思うんで、もう、なんか一個トラブったら、すごい疲れるな、きっと。100マイルもね、もちろん、トラブル対策が大事ですけど、どんな距離でも一緒ですよね。まあ、完走目標だったらね、あれですけど、順位を狙おうと思ったら、やっぱワンミスで死ねるなと。今日の痛恨のミスはやっぱちょっとあれだな。この靴下を暑い時期に試したことがなかったっていう、その一点ですね。先週くらいまではね、大丈夫だったんだけどね、ちょっとこの汗の量だと、やっぱ間に合わないですね。よいしょ。今、20.8 キロ。この区間、4.4 キロですね。45分くらい来ました。かなりの急登ですね。これは今どこにいるんだろう。ちょっとよくわかんないけど、まだですね、次の映像の先がデビルズ5マイルだったかな。ちょうど3時間ぐらいか、行動時間は。この先で袋田第一パーキングの間に降りて、その先が25キロぐらいからがデビル5マイルですね。はい、まだ核心部に来てないのがやばいですね。足が重い。
心拍数は160前後ぐらいですね、うん、だから足が重いっていうか、ただただシャドウが急っていうね、めげずに登ります進まないけど、ぼちぼちと走ってますよ。いい感じ、いい感じ、面白いですね。面白いですね。楽しみにしてます。はいはい、ういはい、ありがとうございます。スタートから今やっと21キロです累積は1800ですね、うん、まあまあやっぱ10時間かかるねこれはい、ちょっといわゆるズルズルした感を抜けて次の袋田の江戸まであと 400m ぐらいですね。今日はあれかな、手元の GPS よりちょっと距離また進んでるかもしれないですねこの間タイの国なんか50キロちょいで終わっちゃいましたからねあれはびっくりしましたけど、うん、まあ1キロ 1.5 キロくらいかな、はい、ちょっと早く着きそう、手元よりね。はい、おはようございます。だから最終的に手元で60キロ弱ぐらいになるかもしれないですね。うん、なんかちょっと胃が痛むかむかするかも。水をすごい勢いで飲み続けてるから、そのせいかな。大丈夫かな。とりあえず梅干しを舐めて回復を待ちたいと思います。熱い。はい。この区間も1時間ぐらい。暑い。暑いぜ。ありがとうございます。あ、ここから、え一応珍百、珍百コンビ。こっからですね、デビル5マイルズ。先輩が引っ張ってる。えいやいや、この人新人だから。年上だけど。いやいや。2回目のガンがきつい。はい、梅干し、はい、今梅干し舐めてみたな。梅干し、オン梅干ししてこう。はい、はい、2回目のガン登りからきついですよ。はい、まあ、ゆっくり行きます。はい、行ってきます。あー、熱い。行ってきます。はい、もうだいぶ体の中の水分が失われている気がする。成瀬さん、はい、お、じゃあこのデビルズ5マイルで、いや、話されるかな成瀬さん、そういうとこやばいんですよね。そう、いや、トヨタさんも十分やばいと思うけどうん、まず下りの、下りでびしゃびしゃになった足の裏がずるっときそうで怖いです。まあもう、いや全然走れないですね。まあもともと走れないですけどじゃあ、やばい、トイレ行っとくべきだったかな。まあいいや。ちなみにおさらさんはどれくらい前にいるんでしょうね。どうですかね。30分ぐらいかな。そんな離れますか。いや、離れるてる可能性ありますよ。多分今の区間だったら、はい、1台よりキロ1分ぐらいは早い気がするんで、20分ぐらいかな。うん。新城ダブルのあのタイムとかやばいっすからね、マジで。あ、そうですか。そう。
はい、32出ましたけど、自分が一周するペースより速いですからね体にはなんかダブルの方が合ってそうな気がしますダブルの時は1周目を、はい、いやまあそうなんですけど、そのペースで行っても多分関門やばいんですよ。そう、もうちょっと早く入っとかないと次の関門がめちゃくちゃ、こっちか、はい、次の関門がめちゃくちゃ厳しいらしいです。まあなかなかですよね。この区間どれくらいかかるんですかね。2時間くらいですかね。もうちょっとかかる。かかんないぐらいですか。おう。あ、そうか。まあそうですね。距離的には走るしかないですもんね。まあ普通に走れればそれくらいのはずですけど、走れないからもうちょっとかかるかもしれないですね。さあ、じりじりと店長を追い詰めていきますよ。いやー、成瀬さんでも仕上げてきてんな。このコースも OFJ の主催の、はい、紹介で多分成瀬さんが、あ、そうですね、何回もそうそう走ってるはずなんで、それはやっぱ強いですよね。負けるわけにはいかんって感じなんでしょうね。よいしょ。町田さんの影はなくなっちゃいましたね。そうですね、ちょっと、はい、うん、やっぱ本当になんかさっきの南泰山の登りに入った時に一気にペースダウンしてたから、山の練習ができてないですかね、おっしゃるようにね。本当ですよ。多分自分は後でまくられる気がします。多分あのままずっと動き続ける感じですもんね。なんか自分も今日そんな感じでいけるかなと思ってたんですけど、なんかやっぱ心拍数よりも足が重く感じますね。うん、なのかもしれないです、わかんないです。あ、トヨタさんを成瀬さんの近くまで運んで発車台になろうかな今日は。一回捕まえちゃえば多分追いついたらもうなんだろう、そこからまた巻き返してくることないと思うんですよね、成瀬さんも。そう、先行逃げ切りタイプ。ちょっと残り距離どこまで行くか。そうですね、後半追い上げタイプだったんですけど、前半はなるべく抑えて、うん、なんで今日ちょっと、はい、うん、作戦に行くかなと。え、マジですか。はい、見てんの。まあ、てか順位的には結構前にいますもんね、はい、確かに。どんどん乗っていくのが、はい、自分もいつもそうなんですけどね、ただ自然に前に来てるだけな気もしますけど、どうでしょう。いや、3分か。稲村さんの笑顔がちょっと不敵でしたね。おお、バチバチやってんなみたいな。あれ、今年は100マイルは走んないでしたっけ。100マイルは今年は行かないです。そうですよね、100キロ、はい、100キロぐらいで行きましたもんね。そうですね、100キロぐらいでしっかり足を作って、来年ちょっとどっか、はいはい、行ければ行きたいなと。とりあえずその奥武蔵1本の予定なんですか。そうですね、あとは今年
からスカイとかバーティカル始めたんで。あ、そうなんですね。ちょっと秋口はそっちの大会を、はいはいはい、なるほど。あとはちょっと走り詰めをちょっと頑張りたい。あ、そうですよね、そうですよね。サブ9、ね、いや、サブ8ぐらいいけんじゃないですか。ちょっと心拍高いな。先行きますか、大丈夫ですか。まあでもなんか上りの出力もこのペースだったら後ろから追いつかれることはないはずなんで、そうで、トヨタさん下りも早いから、いやこれ2位まで行けますよ。いやいやいや、行けるときに言っといた方がいいっすよ、マジで。まあ欲を出したらちょっとあれなんで。確かに。今手元で何キロぐらいですか。今29です。29？ あ、自分24なんですけど。かなり長めに出る。あ、やっぱそうですよね、はい、そうですよね。特になんか僕の多分1割ぐらい。はいはい。実際は今多分26とか、ね、そんなもんですよね。じゃあ距離的にはもうちょいで半分か。はいはい。いやでも今日もし表彰台乗ったら T100 の新規メンバーの中でちょっとまた一段ず飛び抜けた存在に。いや奥久慈って結構なんて言うんだろう、歴史あるレースですからね。ここ7年の中でもなんか御嶽の次ぐらいにやっぱあれじゃないですか。あ、御嶽新城の次ぐらいか。なくなっちゃうレースも多いですけど、OSJ は。11回目でしたっけ。あ、そんなもんしたっけ。そうか、結構やってますよね、でもね。あ、出た、生瀬富士。生瀬富士ってどういう意味でしょうね。生瀬富士の山頂は通らないんで。あ、そうなんですね。あ、そう、この先になんか分岐があって、そっからなんかあれですよね、デビル5マイルに行くんですよね。そうだそうだ。いや結構もうすでに急登。店長見えないな。やばい、心拍数高い。梅干しタブレットを取りまくってるせいか、汗がすげえ塩っぽくて目がすごい痛いです。染みまくってます。水分補給はどういうのを取ってます。ほぼほぼ梅干し順ですね。あとはこの間ちょっと人にもらって、あのソルトスティック、あれを富士の時に使ってみたんですけど、あれも良かったですね。あとは今あのツーランっていうこってりミネラルタブレットってやつを持ってますけど。 あ、うん、ありますね、あれ、はい、って言っちゃった。ちょっと補水します。よいしょ。店長見えないですね。よいしょ。
すげえなここさあここからここからですね、デビル5マイルやばい、いきなりやばいぞこの傾斜これは道なのか。確かに雨降ったらやばそうだな。いや、若干右の内ももが痙攣しかけてるんでちょっとペースを落とします。心拍数が163ぐらいまで上がっちゃってる。もうちょっと小刻みに、楽に楽に。店長は見えないし、ナルセさん見えないし、トヨタさんも上りで先に行ってもらいました。いや強いな。あ、長尾が疲れてるだけかもしれないけど。よいしょ。ここから20個ぐらいの上り下りを繰り返して。今距離が 24.5 キロぐらいなので32キロくらいまで続くってことですね。これもそんな感じかな。もう一つかな。よし、まあでも走れなくもないかな。でコースはどっちだ。こっちか、こっちですね。よいしょ。まあここは本当頑張って走るっていうよりもうまくかわしていく感じですかね。まあでも走れなくもないけどね。思ってたよりは早く進みそうな気がする。まあただどこからどこまでを一つのピークと捉えるのかがわからない。これ三つ目ぐらいでいいのかな。そうじゃなくてこの塊が一つってことだとしたらやばいな。いやでもそうかもしれない。水はまだ1リッターぐらいあるからちょっとその様子を見ながら呼吸もしてペースも考えていかないとやばいかもしれないですね。やっぱちょっと一回思想来たかったな。何せでも遠いんだもん。気をつけて通行して、通行してください。ずっと気をつけてるよ。ああ確かにね、つるっといきそう。え、どっち、こっちか、どっちからでもいけそうだ。ああこれ転がってったら結構いくね。もう基本結構丈夫な木があるからそんなに転がんなくても、木を木にタッチしていけばまあ大丈夫かな。はい、あでも神経使いますね。やっぱこれをやっぱ繰り返すんですね、20回ぐらいね。そうか、今 1.2 キロぐらい来たのかな。付け町の駅まであと5キロ。
5キロってことはもう3キロぐらい来たってことか。だとしたら思ってたより全然進行度は早いですけど、どうなんだろう。多少やっぱ思想に来てくれた方々のおかげで道が閉まってる感じがしますね。ここでもあれだな、雨降ったら結構マジでズルズルが危ないかも、うん。うん、ここ頑張って降りてもそんなに多分タイム変わんないっすねやっぱ登りだね。ちょっと左見るとね結構開けて、だいぶここ崖だな、すごいところ走ってんなっていうのが分かります。トヨタさんは行っちゃったけど、成瀬さんは、成瀬さんも見えてこないですね。トヨタさんが着いた時点で3分ってことは4分5分ぐらい前に出てんのかな。よいしょ。いやいや、タフなコースだ本当。今累積2285アップですね。あと30分ちょい、よいしょ、はあ、デビル5マイル永遠と続いています何個登ったかな、もうなんか10個ぐらいは登った気がするんで半分ぐらい来てんじゃないかな、どうだろう。この区間は今45分ぐらいですね、まあ、なんとなく1時間半ぐらいかかりそうだからちょうど半分ぐらいかも。いや、きついよ。ほんと永遠と、こういう、アップダウンの繰り返し。登るにも下るにもしんどい。ですね。心拍数はだいたい160前後くらいで、登ってるんですけど、もう急だから、全然進んでる感じがしなくて。まあでもね、だから、進まないのはみんな同じなんで、焦らずね。行くしかないです。この1キロ、この1キロとこの区間はラップペースがキロ12分を超えてますね。丹沢みたいな。よいしょ。ここはそんなに難しい下りじゃなかったかな。いや、またでも急な手が選んでるな、きっと。危ない危ない。もうちょっと滑らすぐらいの気持ちの方がいいですね、このシャドウだと。楽に行こう。エレベーションマップ的にももうそろそろ半分ぐらいかな、来てる気がします。まだ半分あんのか今日はね3メーター4メーターぐらい風が吹く予報だったのもあって、ここ基本的には尾根状をなんか走ってる感じなんで風が抜けて、そのおかげでだいぶ体感温度が下がって、まだマシかもしれない。昔走った時の奥地はもっともっと暑かった、気がする。あ、涼しい。おぉ、またまた急登だ。見えますかね。伝わんねえかな。よいしょ。壁みたいだ。よいしょ。
進まない。そして心拍数はちゃんと上がってるけど、やっぱり足の重さがなんか尋常じゃないですね。これ最後までいけるかちょっと怪しいかもしれないです。いや、今4番手ぐらい、総合入賞いけるかなと思ってたけど、この感じちょっともうこれ今半ばもう潰れてるかも。平均心拍はね全体で155、この間のサイの国とさして変わらないかちょっと低いぐらいで、予定通り来てる気がしてたんですけど、まだ累積も2500しか登ってないんですよね。まだ半分ある。時間的には4時間ちょっとだから、半分も来てないんですけどね。なんか5時間ぐらいまでこの感じでイージーで行けたらいいなと思ってたけど、全然そんな感じじゃないよ。もう大変ですよ、この感じは。ちょっとやっぱ出力高かったかな。まあ、とりあえず我慢で、進んでいくしかないですね。もうすでにね、右足が上がんなくなってきてるし、さっきから根っこに引っかかってる、ちょこちょここけてはいないですけど。よいしょ。やべえ。通行注意。めちゃくちゃ急だよ。こういうとこ、下りが得意な人は、ぶっ飛んで走ってくけど、自分にはできません。よちよち足。よいしょ。ここはやばいな、また本当に。ボールはなくてよかったな。いらないな。まああってもいいけど、余計ブレーキかけちゃうと、あ、まあでもあった方が楽かな。ちょっとずつなんかさっきより進みが良くなってきた気がするんで、もうちょっとかも。あ、でも危ねえ、危ねえ、そうだった。多分あと4キロぐらいな気がするけど、数えてないけど、もうなんか15個くらいはピーク過ぎた気がするんですけどね。やばいな。なんか自分で喋ってて分かりますけど、疲れてますよね。あれか、一回なんかロードに出てまた確かトレイル入り直すっていう話だったかな。ロードが見えてきたかも。はい、ありがとうございます。なげえ。スタートから4時間38分この区間に入ってから1時間22分ですね。距離は6キロ進んで、この区間の平均心拍は154、区間での累積標高は945なんで、まあ多分1000アップちょいぐらいなんで、もうそろそろ
終わりだとは思うんですけど、うん、もう足が終わった足が終わりましたよ。びっくりするぐらいあっけなく調子が良かったのは、なんだろう、さっきの江戸までこの区間に入る前まではなんか悪くなかった気がしたんですけどね。だから時間にすると4時間弱ぐらい、 3時間半ぐらいまでか。なんだろうな、まあ強度を上げたり下げたり繰り返してここまでね来てますけど、ん、強度、うん、上り下りを繰り返してここまで来て、累積は2800くらいかね、やってますけど、なんかもうすでに先週のサイの国のなんだ走り終える前よりももう体が疲れてるというか、足が重くて、やっぱ2連チャンでミドルレースに挑むのは無謀でしたかね分かってはいたけど、まあ最初からもうちょっと出力を下げて、まあ、行っちゃうと本当それこそ100マイルぐらいのペース感で走ってればまたちょっと違う結果だったかもしれない。まあでもそう、ミドルの強度を2週連続ってどうなるんだろうっていうのがやってみたかったところでもあるんでまあ自滅ですけどね、うん、まあ、やっぱちょっとこの日程は無謀なんだなと。ミドルレースの負荷を甘く見ちゃダメだなっていうね。まあ甘く見てるわけじゃないんだけど、はい、おはようございます。はい、もう終わりですかこの区間まだまだ、お、危ない、おはようございます。まだまだ続くの、マジでちょっともうマジでお腹いっぱいなんだけど、レベル5マイルそっか、まだまだか。もうね、下り足もちょっと踏ん張りが効かなくなってきたんで、だいぶ映像が撮れるかもしれないこれは乾燥率クソだな、このコースは。いやー、ちょっと今年は多分この感じだと無理だけど、来年もう一回ちょっとチャレンジしたい気はするな。あ、いた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 、危ない危ない危ない、足が上がんなくて踏ん張ったりちょっとあれこれしてると痙攣して、やばいやばいやばい、脱水も来てますね。ちょっと一旦休もう、芍薬も入れよう。まあ出し惜しみするわけじゃないけど、あんまりね癖にはしたくないから、いざって時しか使わないですけど、まあ、ちょっと飲まないと無事に降りれないかもしれない。まあでもそうね、まだまだって言ってたけど、歩いてきた人たちのまだまだだから、走ればもうちょっとかもしれない。後ろから誰か来るかな。まあ、ちょっともう順位を気にしてる場合じゃなくなってきた。いやー、きついわここ。何これ。なんかもう芍薬これダメになってますね、チケッチケッちゃってる。もう一個の方出すか。はい、ちょっと痙攣しそうなんで。あ、本当ですか。俺もいっぱいいっぱいです、はい、まあもうやっぱ先週の疲れは嘘つかないって感じですだと思うんですけどね、もう累積この区間1000近く来てるんで、多分もうちょいだと思います。
うぇー、痙攣しました。うん、やっぱ疲れなのか。もう無理だ。はい。ああ。よいしょ。いやー、ここまで YouTube で結構何本もレース動画撮ってきましたけど、やめようかなとか言ってるのは結構あるけど、実際やめたのは一個も多分なかった気がするけどね。久しぶりにこれは DNF 濃厚かもしれないです。とりあえず安全に降りてエイドに向かいます。いやー、それにしてもこのコースの恐ろしさを身をもって体験させてもらった感じです。うん、あ、まだ登るよ。もう終わりかなと思ってから、なんかまだ5個10個と登ってる気がするんですけど、どこまでが5マイルなんだろう。8キロか、もっとある気がするけど、あ、でも今手元で 6.9 キロなんで、もうまだ1キロくらいあるのかな。エイドまであと1キロだとしたらもうそろそろ降りるかもしれないね。もう今すぐその辺から駆け下りてロードに出たい。いやー、奥久慈半端ないってマジ。タッキーさんの嬉しそうな声が聞こえる。いや、これはいい映画撮れるかもしれない。タッキーさん、長尾くんどう？奥久慈半端ない。超面白い。面白いけどちょっと足終わりました。ここからね、また面白いのよ。ね、そうみたいですね。そうみたいだけど。いいでしょ。やばい。長尾くん好みの。お。ちょっと。ここ登れば。いや、まあちょっと行けるとこまで頑張ります。はい。いや、あ、きついよ。釣りまくり。いや、怪我しないように気をつけないと。あ、ここから面白いって。そうね。冗談でよかった。よいしょ。あ、降りてきた。降りてきたよね、もうね。見えてるもんね。でもここまでよく頑張った。ここでこの時点で足が痙攣するってマジなかなかだよな。まあでもちょっと登り休んでたから復活してきてるかも。どうしようかな。まあとりあえずエイドでちょっと休憩しよう。
願いします。 あれ来ない来ない、どこだ、ここ、はい、いいですか、 OK ですか、はい、はい、長尾さんですね、そうです、はい、頑張ってください、はい、はい、こちらスポドリです、スポドリ、はい、タブレットのやつなんで、あ、はい、いやもう脱水がやばい、あ、そうですね、ちょっとしっかり水分取ってもらって、痙攣祭りです、ちょっと、一応先には進みますけど、はい、やばそうだったら戻ってくるかもしれないです。あ、大丈夫、この先しばらくあの車道なんですよ。はい、あ、ロードですよね。ロードなんで、はい、5キロぐらい。その先が小倉のとこから、はい、激階段ですよね、確かね。はい。全然まだ余裕ですよ。まあ時間的には。はい。せっかく出てるんだから楽しんでいただいて。そうですね。はい、まあ、ちょっとゆっくりでも。うん。いや、ゆっくりでも全然乾燥できるのかな。ちょっとあれかな。はい。ちょっと、はい、よいしょ、よし、これもあ、かき水していきます、せんべい、あとゴミ、ビールは少ないので、そうですね、はい、よし、ありがとうございます。かけ水はどこでしたっけ、あ、ほうか、はい、あー、やばいやばい、首のあたりで、はい、ありがとうございます、よし、あ、はい、行ってきます、いらっしゃい、22キロくらい上がってってください、はい、スタッフいます、はい、ありがとうございます、行きます、よし、10分差ぐらいです、はい、待ってください、とりあえず走り出しましたやめようかちょっと悩んでましたけど、問題になったら久しぶりだわよし、さっきの江戸まで1時間40分ぐらいでした、で多分3分ぐらい滞在ですね、うん、ああやばい、今スタートからちょうど5時間経過です、距離が 30.7 キロで、累積が2800、平均ペースは9分45、平均心拍数153ですね、落ち着いてはいる、そんなに熱くもない、ただもう足が終わってる終わるの早いな、ほんと、つらい、もうこの労働なんてことない登りをプッシュする気力がないどうなっちゃってんだ、今気力7分半ぐらいですジョギング、お散歩、ああやばい、また釣りそう、
まだ 2,3 キロぐらいこのロード続くみたいですね。ちょっとこのまま山に入れる気がしない。痙攣してるからですね今。ちょっと歩こう。ダメだ、前ももだけじゃなくてなんかケツの付け根のあたりも今痙攣してきました。いや参ったな。ちょっともうちょっと飲みまくってみるか。今多分単独で6位になったのかな。ちょうどあれだ、総合から漏れたとこだ。でも後ろは全然来ないですね。やっぱちょっと早かったのかな。丹羽さんと町田さん、町田さん丹羽さんっていう順番で、うん、さっき抜かれましたけど。ああやばい、前ももがつってる。ちょっとこの先のコースはどんな感じだっけ。今ね、ここのデビュー5マイル終わって、で、あと長いロードね。長いな、これ。で、その後に、あれか、生瀬富士ってところを上がって、降りて、で、そっか、袋田にもう一回戻ってくるんですね、40キロ。とりあえずそこまで行くか。うん。そうしよう。今ね、あそこに、待機していてもあんまりいいことないっていうか、どうせ何回収バスじゃないけどまだ動かないしね、一人しかいないから。最初のリタイア車になっちゃうから。それだったら、うん、ここの区間で8キロぐらい、まあロードがだから4キロぐらいあるって考えたら、実質トレイルは4キロか。うん、走ってみて、まあこの上りと、あとこの下りか。なんか確か結構走りやすい下りって聞いた気がするから、まあそれだったら、そんなに危ないとこじゃなければ、大丈夫じゃないかなと。うん。そういうことにしよう。後ろはまだ見えない。だいぶ離れてる。前もだいぶ空いちゃったと思いますけど、まあぼちぼち、進んでいきます。よいしょ。いや、今エイドから3キロ近く来ましたけど、なかなか登山道に着かない。ちょっとロード走ってる間にやっぱもう脱水で筋肉がいかれちゃってて、なんかそれをかばってんのか、右足の足首が例のごとくなんか痛くなってきちゃいました。引き返すかね。なんかまあまあトレーニングの刺激って考えたらね、5時間ぐらいで33キロで3000アップだから、まあまあだいたい時間と負荷で考えたらトラサルみたいなね、今状態かなと。トラサル行くからやりましたが感じかなと思うので、平均心拍数152まで落ちてきましたね。ちょっと生瀬富士上がって袋田の駐車場にまた戻って、そこでまあ、どっちみちやめることになるかなと思ってましたけど、やっぱ山に入んない方がいいかもしれないです。痛めそう。タクシーがいたね。手あげればよかった。登山道の入り口まで見てから引き返そうかな。往生際が悪いかもしれないけど。いや、長いよこのロード。なんとなくもうちょっとかな。あ、ね、今ここあれですよ、7番手ぐらいですよ。7番手、そうか。はい、いやー、でもこんばんは。はい、残り20キロぐらいだから。あ、そうですね、はい、進まなくなってからね。さらに、いやー、それでなかったような先は絶対辛いけど。そうですよね、
ここまで今トップが長田さんで、2位が成瀬さん で3位が豊田さんっていう G100 のメンバーで、でその後ろに長尾がいたんですけど、痙攣してる間に町田さんとあと丹羽さんが行って、でもう一人なんかあの茨城の方かな、なんか白っぽいシャツ着た方が行きました。はい、じゃあこれが6番手、7番手か。しっかり尻餅の跡がありますね。やっぱ転んだ方が早いけど。確かに。もうちょっと丈夫なタイツを履いてくればよかったと思いました。まあ2回ぐらいしか。あ、ミキティに会いましたよ、それは。はい、30K のすれ違いのところで。そうそう。女性だとそうですね。ついていけなかった。頑張ってください。はい、了解です。じゃあ、まあ強いしな、頑張って。あとでもな、ゴールまで距離で見ると26キロしかないんだよな。しかないって言ったらタッキーさんに怒られる。これこの区間今だいぶ走ってきて、もう 3.5 キロぐらい来てるだから戻るのもしんどい感じになってきたな。8キロぐらいってことはもうあれだ、半分ぐらい来てますね、距離見るとこの区間の。やっぱ登るか。下り基調になって見ると意外と痛くないんだよな。せっかく来たからな、もうちょっと悩みます。決断が遅いしと。さて、こっから撮れるかな。あのブリーフィング動画思い出すとあれですね、ここは、まあ、登っちゃえば下りは結構、走りやすくて、そうそう、思想動画のね中でも見ましたけど、やっぱ全然行きと行きのデビル5マイルズと進行スピードが違ったんで、なんとか行けちゃうかな、袋田の滝までは。でさっきからなんかちょっと間違えてたかも。さっきの映像が月町の滝で、でこれから袋田の滝に戻る感じだから、そうそう、なんかちょっとよくわかんないことしたかもしれないです。まあどちらにせよ今この区間ここまででもうすでに 4.4 キロ走ってるから、あと3キロちょいこのトレイルを登って降りてっていけば袋田のパーキングまでは行けそうなんで、なんかちょっとあれかも、足の張りが取れてきたかも。動いてる、動かしてる間にあれかな、なんかちょっと血の巡りが良くなったじゃないけど、なんかさっきより普通に走れてる気がする。足も上がってきてるし、左足も、復活したかも。あれかな、なんていうか血中乳酸濃度じゃないけど、何かがこうずっと体の緊張度合いが高かったのがちょっと解消された感じかもしれない。こちら合ってるよね。なんとなくこのスピードだったら走れそうだから。あ、これあれだ、例の橋だ、やばい橋。下から行こう。あ、登り出しもまあまあ残ってんじゃん。残ってるっていうか、まあジョグペースなら100マイルペースぐらいならいけそうっていう、それだけなんですけど。そっか、やっぱ序盤はもうちょっとこういう10時間くらいのレースの時はもうちょっと落とした方がいいのかな。なんかやっぱいまいち走り方がわからない。そう、10時間前後のレースって何年だ、もうあれか、去年の御嶽、あれはトレイルっていうか林道ウルトラマラソンだから。走りっぱなしだしね。それ以外除いたら100マイル以外で10時間を超えるようなレースって
あれですね、多分それも5年ぐらい前に出た甲州アルプスのオートルートチャレンジとか、あの辺のレースに近いかもしれない。あれは64キロで4000何百アップとかだった気がするから、なんとなく登れそうなんで袋田までは頑張っていきますよいしょ。歩いてる分にはさっきみたいな急な斜面じゃないから、なんか気持ち楽かも。ここの登りだけ我慢ですね。結構ジメジメしてるな。よいしょ。後ろは来ない。これもまたやばそうな、やばそうだけど一応ちゃんとしてる。すごいな、なんか倒木が、一応走るもんが、さっきのやっぱレビュー5マイルがどんだけ進まなかったかってことですよね。この区間鈴台になってるからあれかも。結構意外と距離あるかもしれない、300アップぐらいかな。あ、そんなに上がらないか。100ちょっとぐらいですね。よかった。よいしょ。はい。ここは下りですか？またですか？下り？もうすぐ下りです。もうすぐ。ああ、ありがとうございます。すいません。はい。あ、すれ違いだ。はい。よいしょ。足首痛い。はい、ありがとうございます。はい、頑張ろう。よいしょ。はい。ああ、緩やかで助かってますけど、やっぱちょっと、この先のね、次の枝の先のギザギザゾーンにはちょっともう、行くのやめといた方がいいな、これ。はい、ありがとうございます。頑張ろう。なんで、今のところは、袋田で、ちょっと今回はやめようと思います。そう、松井さんも言ってたけど、このね、プロが先の最後の20キロがね、超ギザギザでやばいエリアだから、そうそう、ちょっとそこをやっぱ安全に行ける自信がないですというか、すでに足首が痛いから、もうこれは危険信号いやでも面白いレースだ、ほんと次出るときはもうちょっとあれですね、体調をちゃんと、体調を整えるっていうよりも体調はいいんですけど、疲れをちゃんと抜いて西の国駅では走らずに出たいと思います。いや来年もう一回かな、どうすっかな。そうするともう駅伝は出ないってことになるけどねまあそこはちょっとあれだな、またもうちょっと考えよう
よいしょ。ああ、この区間はかなり楽だった、余裕だった。ああ、問題は次ですね。はい、頑張れです。あれ、意外と登れるようになってきてるかも。え、どうしよう、行く行って大丈夫かな。あ、100マイル心拍くらいだったらなんか全然いけそうな気もしてきた。うん、はい、ありがとうございます。行くか。はい、です。デビルにやられました。やばいっす。痙攣祭りになってやばかったです。いや、もう足終わってます。ちょっと、え、そう、だからちょっと今行くか悩んでますけど、まあとりあえず行ってみようかなと。そう、下りでちょっと怪我しそうで怖いんですよね。うん、まあしゃあないですね。まあちょっと踏ん張り効かなそうだったら戻ってくるかもしれないです。いや、なんか漬物漬物よいしょ。梅干しをじゃあいただきます。よし、ありがとうございます。じゃあ、ぼちぼち、そっちですよね。はい、じゃあ行ってきます。はい、はい、ちょうどここまで、さっきのとこから1時間ぐらいでしたね。だいぶ交代しましたけど、まあでもなんか足復活した気がする。ああ、とりあえず松井さんを追っかけるか。よし、一応ゴールまであと22キロぐらいですね。今時間は11時30分。手元では距離38キロ。はい、ありがとうございます。こっちですね。で、時間6時間、平均心拍150、累積はもう3100で、手元では3100なんですけど、多分実際はここもう4000近く上がってるはずなんですよね。だからガーミンがちょっと少なく出てる、っていうのもあってちょっと前向きになってきました。やばい、またやめるやめる詐欺した。あと1300アップぐらいかな。でもちっちゃいアップダウンがいっぱいあるから、そこからね、どうなるか。はい、すいません、ありがとうございます。あ、ここ覚えてるわ、ね、黒田の滝エリア。前はね、ここら辺がスタート会場で、うん、終わってからね、ここか、ここで確か風呂入って、で、ふらっとその辺を散歩した気がします。この先にやばい階段があるでしょ。まあでも、もうあとバカも1本分の登りって考えたらトータルでね、なんとかなるでしょ。わかんない、後悔するかもしれない。あ、雰囲気いいな。ここから行きたかったんだ。
着いた。よし。袋田の滝。すごいとこ落としてくれたね。あ、ここ覚えてるわ。はい。じゃあ、もう間を走るんだね。じゃあ、おいしそう。なんか食べてきたよ。こっちか。よいしょ。はい、ありがとうございます。そうですね、完全に観光地ですからね。お、滝が見えてる。映るかな。心が外れない。ほら、あ、いいね。多いけどマイナス4を感じる。ここの端まで行けばよく見えるのかな。まあ、いいか。滝の気配を感じながら。多分ここめちゃくちゃきついんだろうな。ちょっとゆっくり行きます。さて、持ち方に向かうトレイルに入りました。やっぱりもう力が出ない。騙しで来ましたけど、まあね、今敬遠しそうとかそういう感じは一旦落ち着いたけど、もうやっぱ上り足が死んでますね。まいったな。今6時半間27分ぐらい経ったんで、先週のサイの国のロース走ったくらいの行動時間はもう超えましたね。トータルの距離は今 40.4 キロ。まあ実際は多分もうちょっと来てると思います。それで累積が3400って出てはいるけど、多分なんだ、4000ちょっとぐらい、4100とかそんなもんじゃないかと思います。平均の心拍数は149。ロードの100キロを走るくらいの出力で行かなきゃダメだったかな。よくわかんないけどね、それも。あ、走れねえ。走りたい。走りに来たのに。まもなく12時です。トレランには本当最高の季節ですよ。最高の季節なのに、体の状態は最悪。この区間今 2.6 キロくらい。だからあと5キロちょいぐらいかな、8まで。その先がね、またさらに厳しいからちょっと心配ですけど、持ち方は関門にもなってるから、ちょっと今度こそ試合終了かもしれない。試合終了詐欺。詐欺じゃないかも。そんなことばっか言ってんの、さっきから。なんかすいません。でも、マジできついです。今日は、ナトリウムとか、補給には、梅干し順の他にも、ツーランのタブレットと、あとは、
あの、リョーガの、なんか最近新しく出たタブレット、うん、なんか、マルトエキストリンと、あとは塩分も入って、あとあれか、あのデキストリン、うん、オータローリング用のね、デキストリンも入ってるってことで、そう、試してるんですけど、なんか、あれかも、あれもこれも取り付けてるかも、もしかしたら。うん、あ、やばい、今、通団入れたら、足が痙攣しそう。あれかな、ミネラル取りすぎてんのかな、もしかして。かもしんないな。汗がしょっぱいですもんね。限界質エラーかな。ちょっとあんまり何してももうこれ以上は無理かも。歩け走れなくなってきた。痙攣してる。またどこまでたどり着けるんだろうか。まあでもここから引き返したらまたあの激階段降りなきゃいけないもんね。それは嫌だな。頑張っていくしかない。また今お一人さっそうと抜けていきました。 UTMF の動画をご覧いただいたそうです。ありがとうございます。いやーなんかもういっそあれですね、往年の名取くんみたいに道端に横たわってたりした方がウケるかな。何を狙ってるんだかわかんないね。まあまあ走れたり走れなかったり死んだり復活したりを繰り返し繰り返し進んでます。誰かと話すとちょっとだけ元気がやっぱ出ますね。奥くじ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 半端ない。あそこ多分でも後ろの方すごい渋滞するでしょうね。だからなんだろうな、後ろの方の方、完走目標の方は走力以上にそういうのもちゃんと意識して、ある程度やっぱ序盤から前に行っとかないと厳しいかもしれない。誰が通っても集団で行ったら絶対渋滞するね。ここもパンチ効いてる。よいしょ、やばい、また水槽。やばいな、ちょっと下りに足を残しとかないと。無事に持ち方までたどり着きたい、つけるように。この区間 3.5 キロぐらいです。40分来ました。全然進まねえ。これもまたなんかすごいとこ通すな。いいね、こっちでね、またあるし、ワーキング。おお、
まあそんなに高度感ないから怖くはないけど、そんな大したことなかった。よいしょ、えい、えい、よいしょ。100マイル走るよりきついよ。奥久慈の方がきついよ、うん、やばいな。ちょっとなんかタッキーさんに文句言いたくなってきた。あ、ダメだ、下りの足が危ない。終わっている。そして腰も痛いし、ゆっくりゆっくり進みますが、そんなに難しいとこじゃないんですけどね。今のこの足にはかなり難易度が高い。バッテリー3本目残り 6% 結構取ってますね。あんまりいい動画ではないかもしれないけど、まあまあ葛藤しながら進んではいますよ。またね、持ち方でおしまいにする気満々ですけど、よいしょ。いや、だいぶ来たぞ。でもあと2キロくらいか。今もうすぐ7時間、 42.3 キロ、累積は3700くらいですね。平均心拍は148。なんか人の気配がする。前から落ちてくる人はいないから、多分後ろからパックで来てる感じですかね。そうでなければ自分みたいに YouTube 撮りながらブツブツ走ってる人そんな滅多にいないと思うけどね。よいしょ。あー、きつい。綱織りだよ。なかなかだよね。いやー、面白い。なんかでも昔のコースはもっと年頃があった気がするんだけどな。こんなもんだったっけな。よいしょ、よいしょ。岩、鎖。また岩。いや、ちょっとフラフラしてきましたね。なんだろうな。まあもう脱水と足弱といろんなものが重なって精神的にも憔悴しました。やりきった。持ち方はまだか。遠い。永遠につかないよ。動きが遅いせいで、ちっちゃいなんかカエみたいなね、やつが顔の周りをプンプン飛んでます。やばい、まだする。ロープに助けられた。また急登だよ。いてて、あぶねえ。休もう。袋田の滝出てから1時間半 6.5 キロで800ぐらい登ってるんですけど、まだつかない。まあ、一応区間距離8キロなんで、もうちょっとあんのかな。なんか今日はガーミンの距離の進みが遅いから、そろそろかななんてずっと思ってるんですけど、きつい。もう登りたくない。
やっともう近くまであと 400m の看板がありました。ちょっと今度こそ本当にもう無理だ、さっきから枝に頭をぶつけたり、これで足が何度も痙攣して芍薬も飲んだけどね、そういうレベルじゃない感じになっちゃいましたごまかしが効かないというかね。さっきのね、江戸まではなんとなくちょっと江戸に着いたら元気が出たんですけど、もうちょっと江戸に着くまでの区間が必死すぎて、元気が出るというよりはほっとする気がします。行って、いやほんとこんなだったのいつ以来だろうな、こんなに完全にぶっ潰れたのいやまあ懐かしい感覚ですけど、まあね、なかなかやっぱ奥くじうまく走るのも難しいし、まあコンディション整えて出てたとしても同じ結果だったかもしれないですね。いやーしか言ってないさっきもうなんか何も浮かばないです。100マイルの後半よりひどい生命力で走ってる感じです。はい、いって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 足が終わりました。もうちょっとですよね。ありがとうございます。もうロード痛い、歩こう。いやよく見たら大地とかもう真っ白、真っ白結界ですね、汗ですごいや、塩まみれ。この区間だけで1時間40分近くかかりましたね。あれか、行きで通ってる道だよね。まあ何にせよ DNF は決していいものではないし、まあいろいろ思うところはありますけど、でも久しぶりにちょっとねこの悔しさというか、悲しさというか、なんていうか無力さというかね、これをちょっと感じられたのも一つの収穫かもしれない。最近何につけてもね、なんかなんだか守りに入った走りばっかりしてた気がしたんで、まあ成瀬さんを追っかけて走ったわずかな時間が結構楽しかったしね。入ってきた。ちょっと死にましたお疲れです。はい。いやちょっともう危ないから、まあ一応ちょっと休んでみて。休んでみて。はい。もう痙攣祭りで。マジで。下りが危なすぎて。やばい。やばい。怪我する前にちょっとって。ちょっと休んで。いやもうこれタッキーさんの思うツボだよって思いながら。いやいや楽しかったんですけど、そう。ちょっともうお腹いっぱいになっちゃいました。久しぶり、いや久しぶりに潰れましたよこんなに。本当いい経験じゃないですか。いや本当そう、今その話をブツブツ喋ってたんですけど。あ本当。ずっと最近なんか守りに入ってたんで。こっからがね面白いんですよ。そう知ってますよ。知ってるけどちょっとねやっぱ危ないかなっていう。そうだね。次はあるからね。そうなんです。一回もし休んで。そうですね、ちょっとリフレッシュして。まあでもぶっちゃけ何でしたっけ、月
寄りはね、月寄りの滝、あ、江戸、あそこの時点でもう結構悩んでて、そっから歩いて、落ちてたからね、そうなんです、まあだましだまし来たんですけど、まあ、うん、すごいな、しようか、まあ、ちょっともう限界が訪れた感じ、訪れた長尾くんでもそんな時が起こるわけですか、カミカミじゃないですか、ええ、いやちょっとやっぱ先週の駅伝の影響はやっぱちょっとかなりあるかな、6時間ぐらいの普通にミドルレース走ってるんで、ああまあまあこんなもんですよ、そんなもんじゃない、今あれ成瀬さんは2位か、いやちょっと落ちてきた、落ちてきたね、あそうっすか、なってきたね、じゃあ2位はあれ、2位はね、2位はあれなんだっけ、G100 の、豊田さん、あれ何、G100 です、え、マジで、今年ラビットに入った、あそうなの、そうそうそう、だから最初近く走ってて、もうなんか上りの出力がいい感じだなと思って見せたから、新薬なんだ、そう、下りも、ね、下りも上手だし、へー、で来て、彼が来て、はい、1,2,3 番が、あれ3番台だったかな、西原さんか、去年2位になってた人で、はい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 、で次に町田さん、あ、にわさん、町田さん、マッチが来た、あ、そう、マッチ、あ、なるほど、じゃあ、え、マッチ来てないですよね、まだ来てない、ここ、あ、マッチ潰れた、え、でも自分よりは前に来てないね、なんかここもまだ来てない、あ、じゃあ一個手前の江戸でもしかしたら座ってたりしたのかもしれないですね、もしかするとちょっと潰れたねいやまあもう乾杯ですよ、いやありがとうございます、この姿ちょっともう、はい、フリー素材なんで、はい、乾杯、はい、あ、乾杯、こう乾杯のポーズ、いやまあボロボロだけど、でもなんか久しぶりになんかこういう感じ、そう、やりきった感じが、うん、いや楽しかった、だからもし引退するんだったら、はい、自分戻る、もう本部に、ああ本当ですか、あ、じゃあそこに、うん、でもまだ回復するかもしれないでしょ、いやいや、でももう結構ごまかしだから、ちょっと危ない、危ない、これ、はい、ありがとうございます、じゃあもしあれだったら送ります、了解です、から助かります町田さんが、あれ町田さんでも見かけてないから、多分前の映像でもしかしたらやめちゃったかもしれないですね、戻ったからそっか、ちょっと危ない美味しそう、あ、こんにゃくね、これらっきょうですか、らっきょうです、じゃあらっきょうちょっと一ついただきます、うん、あ、おいしいこれで撮影しながら走ったんですよこんにゃくもじゃあいただきます、 YouTube アップするんですか、そうです、ただ走るだけの動画っていうやつでやってるんで、はい、よければ、ただ走るだけの動画、本当そのまんまなんで、よければご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ帰る？はい。そういうそんなノリですか。帰ります。あ、なんかあれだっけ。急に、はい、リタイアの長尾さん、はい、はい、まだ間に合いますよ、はい、大丈夫です、大丈夫です、リタイアしました、館内アナウンスみたいなやつで盛大にタッキーさんに連れて帰られた、タッキーさんに連れて帰られるの受けますね、立ちられました、だいぶツボなんですけど、いやなかなかないですよ、なかなかないですか、タッキーさんの送迎、そっか、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、すいません、やめちゃって、はい、楽しかったです、ありがとうございます、帰りますよ、はい、はい、あれだ、ロングパンツとか持ってちょっと履きましょうか、ちょっと、いやいや、さすがに汚すぎる、いやいや、ズボンとあとウィンドシェルがあるんで、それだけちょっと着ちゃいますね、どうでしょう、急ぎますか、大丈夫ですか、うん、大丈夫、大坂さんはもう2時間ぐらい前ですか、ここは、大坂さんね、そんなに経たない、1時間20分ぐらい、1時間20分か、
うん、最初からもう一人でやっぱ、まあ、行っちゃったか。そうね、自分とあそこのデビルマイルのところで会った時に40分差ぐらいだったかな、はいはい、そうでしょうね。なんとなくもうキロ1分半ぐらいは速そうな天気だった。あーでもね結構へこたれてきつそうでした。もうやめてほしい。いやいや、へこたれない方がおかしいですって。マジで誰もが。それが人気の秘密ですよ。いや本当ですよね。今回600人ぐらいでしたっけ。そうね、600人かな。はいはい、はい、どこかでお見かけしたことがある気がしますけど。そうそうそう、はい、うん、よく出てますよ。すよ、ね、強い強い。50代、お50代ですよね。そうそうそう、俺が見にまだ10人ぐらいしか出ない、ね、おおすごい。モズミサーナが出る前の頃、初期の頃の選手ってことですね。マセシガヤさんとか、あのはいはいはい、ちょうど俺らアルプスに矛盾だった時で。ああ、長いね、もうね。もう20年近く。52、53だけど、まだだってトップ10ぐらいだし。50代1位ですかね、今のところ。当然でしょ、10何番、ね、10番だもん、そりゃ。松井さんとかと張れるぐらいのあれじゃないですか。ああ、そう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 、タイプは違うけどね。タイプ全然違いますね。タイプ違うけどね。いやガシガシ系。すごいわ。じゃあ、持ち方へのありがとうございました。はい、はい。どこか、こっちが。そっちが。はい。はい、今の時も応援ありがとうございました。30K4 位。素晴らしい。何時間ぐらいですか？5時間？いや、4時間半ぐらい。4時間半。4時間早っ。で、30K は累積はどれくらい？2100? 30K は2100で4時間。でも26キロしかないから。あ、それはそっか、ちょっと短いんでしたっけ。短いから。いや、その時間で走れるかな。走れるでしょう。いやー、このエリアはもう全然走れないから。今きつかった。でも一方こちらに向かってきています。走れないトレイルの方が個人的には好きだから、こういうコースめっちゃ好きで。そうですよね。そうそう、走れる方が嫌だなと思って。すれ違った時でも、うん、結構いい動きしてた。いいとこ行きました。あの辺は良かったんですよ。だから3番ぐらい、そう、3番手ぐらいで、だからあのまま行けそうかなと思ったら、想像してた3倍ぐらいの速さで足が重くなってって疲れですね。あの辺何キロぐらいですか。20キロぐらいだったんじゃないですかね。工藤さんは2位で何時間ぐらい。3時間3時間20分ぐらい。20分トップで10分差ぐらいですよね。10分差ぐらい。いや早い。いや工藤さんも十分早いですよ。おめでとうございます。これを見てから帰ります。結果ナンバー1001シリーズエントリーの、ゴールドゼッケンを作った内田のりまささん、どうもおめでとうございます。はい、飲み物持参は控えてください。ノーモミックス。大丈夫大丈夫大丈夫。はい、それでは第3位です。第3位、市倉さん、おめでとうございます。はい、それでは、表彰台第1位です。デケナンバー1001内田紀正選手、はい、おめでとうございます。3時間台だよ、3時間台。うち頑張ったね。頑張ったね。はい、それでは記念撮影よろしくお願いします。お仲間の皆さん、どうぞ。はい、私の 30K の総合ですね。本日は応援ありがとうございました。ここまで追い込むレースになると思ってなかったんですけど、これはこれで OKG OSJ らしくて、すごく楽しいです。3時間21分13秒です。デッキンナンバー1170工藤雄介さん。工藤ちゃん第2位、そして決まりました、大変申し訳ありませんでした。では青木純さんに2連覇感想をお願いしたいと思います。はい、はい、そうです。スタート前に滝川さんからあ、そうだそうだ、3時間を2時間台っていうことで言われまして、あのダメでした。途中までなんか行けそうかなと思ったんですけど、やっぱ最後結構きつくて、まあちょっと自分の弱さが出てしまったかなと思います。でもまあ2連覇できて嬉しく思います。また来年も頑張ります。あらら、言うとすぐ。さて、表彰式見て
その間にどうやら長田さんがちょうど9時間くらいで、はい、フィニッシュしていたようです。全然気づかなかったまあ 50K ちょっともうちょっと見ていきたい気持ちもあるんですけど、昨日あんま寝れなかったしちょっと早く帰らないと体がやばそうなんで、はい、とりあえず車に乗ろうと思います。さてというわけでもう今キロに着きます。はい、やっぱり今朝というか昨晩あんまり寝れてないのもあってちょっともうあんまり長居してるとね、あの帰り暗くなっちゃうんで、そうするとちょっと運転危ないなっていうこともあって、すいません、先に帰らせていただきます。で、長田さんがまあ多分9時間ぐらいでゴールして、その次誰が入ったんでしょうね。なんか速報サイトがあるのかないのかちょっとわかんないんですけど、まあ、トヨタさんがね、成瀬さんを捕まえて2番に上がってそのままゴールできてたらすごいですけど、まあ、他のね、後ろから強い選手も来てたみたいですし、松井さんとかもね上がってきてたし、どうでしょうね。さっきタッキーさんとも話しましたけど、このコースはやっぱポールがあった方が、走りやすいと思います。まあ、確かに途中手を使ってね行くようなパートもあるにはあるんですけど、まあそこまで、まあ、逆に手を使わなくてもポールがあれば、手使わなくてもいけんじゃねっていうところも多かったですし、まあ、下りでなんかロープがこうね伝わせてあるようなところとかも、まあ、ポールがあった方が安定感出して下りやすいかなと、思いましたし、まあね、とにもかくにも長尾の結果は、持ち方ですね。2回目の持ち方、関門、エイドで、DNF、まあ、自ら、レースを、やめるという選択をしました。 DNF したのはね、いつ以来だろう。ちょっと、あ、そうだ、だから2020年の、神戸100マイルですね。雨、寒い中の雨と泥でもう泥を見るのが嫌になってしまって2周でやめてしまったあのレース以来です。まあ、ただあの時は帰ってからやっぱちょっとやめちゃったこと後悔したんですよね。なんか全然体力的には問題なくて足が痛かったわけでも何でもないし、ただ嫌になってやめたっていう、はい、感じだったんで、まあ、それと引き換えね、それと比べて今日はもう出し切りました。正直月よりの滝なんていうの滝のエイドに着いた時に、まあ、ビッグファイブ、ビッグファイブじゃねえ、デビルファイブ、デビルファイブマイルか、デビルファイブマイルを終えた時点でもうちょっとこの先行けるか怪しいなっていう状態で、まあ、動き出して、まあ案の定労働区間もほとんど走ることが最初できなかったんですけど、まあ動いてるうちにね、ちょっとずつ元気になってる感覚もあったんで、まあ、騙し、進んでいって、で、2回目の袋田の滝エイドまで、まあ、たどり着いて、で、その頃は、まあ、ちょっとね、やっぱ、そこまでの区間がイージーだったこともあって、まあ、このままいけるかなっていう思いもあったんですけど、まあ、袋田の滝から、まあ、次の、持ち方のエイドまでの区間ですね。また、かなり激しい、アップダウンの連続する区間を走ったときに、まあ、足がもう耐えられないと。特に、まあ、上りもあんま上れないんですけど、下りですね。下りで足の踏ん張りも効かないし、まあ、つまずいた時の、リカバリー、まあ、なんか、腸腰筋とか、その辺の筋力がうまく働いてないっていうか、リカバリーすら危うい状況だったんで、これは危ないなということで、今回は、ここまで持ち方までにしようっていうふうに決意をしました。まあ、何にせよね、家に帰るまでがレースじゃないけど、完走できようが完走できまいが、まあ、怪我したらあんまり意味ないかなと思っているので、まあ、もちろんね、怪我してでもね、なんか、うまく走って入賞できることも、まあ、ありますし、まあ、怪我してでも、まあ、痛み止めを飲んで、ゴールを目指すっていう方もいますけど、まあ、やっぱり、そうじゃなくてね、怪我せずに、
家に帰るってことが一番大切なことだと思うし、怪我するとね、まあどういう怪我かにもよりますけど、まあ、また走れなくなってストレス溜めたりとか、日常生活に支障をきたして家族に迷惑かけたりとか、もうそういうことがもう頭をもう頻回によぎるようになってそんなことを考えてたらもう注意力も散漫になってて、太い枝に何回も頭ぶつけたりとかね結構痛かったっていうようなこともあるので、もうこれは危ないなっていうことで、もう思い残すことなく、はい、今回は DNF ということになりました。はい、まあ結果がね気になりますけど、まあこの後まだね、選手は、今ちょうど、10時間ぐらいですね、スタートから経ったところなんで、まあ、まだまだね、トップ5までまだ出そうってないくらいかもしれないですけど、うん、まだまだこれから選手帰ってきますし、今どこら辺がボリュームゾーンなんですかね、デビル5マイルあたりかもしれない、もしかしたら、制限時間が15時間とかかな、いやかなり厳しいと思います。正直完走率とどれくらいなんだろう、新城ダブルまではいかないかまではいかないかもしれないですけど、下手したらなんか 30% 台ぐらいな、可能性もあるかなと思いますけど、まあね、暑くなかったんでそこまでね、暑くないって、まあね、お告示常連の方もおっしゃってたんで、まあそこまでじゃなかったんだろうとは思います。だけどやっぱりなんだろう、急斜面ではやっぱ湿度をムワッとした感じも感じましたし、まあなんか風がもうちょっとあるかなと思ったらそうでもなくて、まあ尾根に出た時は涼しかったですけど、それ以外の区間は結構暑いな、しんどいなって思う時間が長かったんで、まあ自分がまあね足が終わってたのもあるんですけど、まあ、なかなか過酷なレースだと思います。まあ何よりまあコースですね、何回アップダウンを繰り返すんだろう、何回同じとこを通すんだろうってまあ実際は、ね、一部往復している区間はありますけど、ほとんど同じとこは通ってないね。そうだから同じ方向に同じ道は走ってないはずなんですけど、彩の国が、ね、里山無限回廊じゃないけどって呼ばれますけど、奥富士もなんだろうな、まあ、全然いい勝負というかむしろ勝ってると思います、そういう意味ではただ彩の国の方がまだ走りやすい、奥富士はもう走れない、上り走れない、走りづらい、まあ、走っていいのかなっていう下りとかワンサが出てくるんで、まあ、だからね、50K で良かったなと、まあ、良かったなって言っても62キロあるんですけど、そうこれ100キロとか100マイルとかあったらもうちょっとなんだろうめちゃくちゃ難しいレースになると思う。ともあれね、50K 完走目指して頑張ってる皆さん引き続き頑張っていただいて、この動画が出る頃には多分ねレースも終わってると思うので、まあ、完走された方は本当におめでとうございます、お疲れ様でした。まあもし今回ね途中で関門打ち切りになったり DNF されてしまった方は、まあまたね来年に向けて、まあ一回このコースを全部走ってるかどうかっていうのがすごい大きいと思います。思想大事だし、まあ、経験値として、まあ、今回走れたことがすごく大きいと思うので、来年もね走られる方は頑張ってください。まあ、長尾もまたこの動画をねちょっと参考にしていただいて、まあ、対策が練れるようなものかどうかはあれですけど、そうそうコースの雰囲気とかね思い出していただけたらいいかなと思います。はい。長々喋ってますけど、まあ、もしねこの動画が、まあ、DNF になっちゃったとはいえまあ面白かった、まあちょっとなんだろうためになったじゃないけど、見てよかったなっていう方はグッドボタンと、あとはまあチャンネル登録の方もねまだされてらっしゃらない方がいましたらぜひ、しておいていただけると嬉しいです。はい、まあ、今回もねご視聴いただいてどうも本当にありがとうございました。とりあえず事故がないように、はい、安全運転で帰りたいと思います。ありがとうございます。